ジャイアンツが全く資金が出せない。これはもうジャイアンツはもう言い方悪いが、まあ、中島、まあオリックスから来た中島選手とかね、ひろゆき選手とか、まあ、今回松田選手とか、要は、まあ岩隈投手とかね、もうジャイアンツは、WBC で活躍したロート、まあ要は自由契約選手しか取れないぐらいに落ちてるんですね。そうですね。で、結局、まあ言い方悪いですけれども、ジャイアンツの FA が C ランククラスを取り始めてるんですよね。森福とか、梶谷とか。だからもうここ最近のジャイアンツはもう FA は、はい、一流どころに手を挙げてもまあそっぽ向かれてる現実もあるんですよ、はい、ただそっぽ向かれても他球団の 1.5 倍の年俸で引っ張ってたんですよ。他球団の 1.5 倍の年俸が出せないんですね、うん、FA で言ってもっていうこともあるんですが、あのジャイアンツ全体に、不祥事が多すぎるんですね。そうですね。現役引退された方に、はいはい、そうすると、そうですね、その自分の選手生活ってこともあるんです。あの要は自分ではなくて。はい、当然、まあ当然、自分の親戚だけじゃなくて、奥さんの親戚、それもまあ友達関係、ね、まあ、ママ友とも、はい、当然そういう人たちとつながると、切りにくい問題があるのは現実なんですよね。だから、多分、奥さん、まあ、奥さんというか、まあ、親戚、まあ、当然自分のね、奥さん関係の親戚、奥さん、まあ、当然自分の親戚も含めて、ハードルが、この年俸以上じゃなければ行くなって言われてるハードルなんだと。いけないのは、その球団上ね、はい、FA してるんですが、多分、はい、その球団上の、まあ、フロントはわからないですけど、7割方のファンが戦力外だと言われてる人たちなんですね。ああ、まあそうですね。ファンが。それもありますね。はい、はい。で、これを取ってるんですよ。活躍もしてくれた。でも、はい、FA した年と FA の前年の、うん、あんたそんな数字残して FA 行くのって数字を残した人たちが FA 行っちゃってるんですね。森福、井野、梶谷。で、まあ当然岩隈とかね。まあ岩隈の前もメジャーからの出戻り、まあ中島とかね。はいはいはい、ジャイアンツはもう手詰まって、その名前のあるアメリカ帰りの、まあ、3A とかね、はい、まあメジャーに行ったことある人の出戻りとか、FA も C ランク、まあ、はい、要はその球団のファンから見て、悔しいですよ。だって、やっぱりいてくれないと勝てない。まあ、総合戦力上で言うと、いてくれた方がいい。名前であることは事実。カープでいたって、田中コーチに抜けたらでかいなと思っちゃう名前ではあるんですね、名前は。でも、それを取る
ていう別問題はあるんですね。ジャイアンツがここ5年 FA 選手ってほぼほぼ試合丸以外出てないんですね。まあ、中田翔選手はね、いろいろ不祥事があったから、非常に格安で取れたっていう、まあ、お買い得だった、まあ。トレードで取りました。そういないと思うんですよ。で、私、中田翔は、周りの環境のいろんな問題があって、参ってたんだと思うんですよ。はい、野球どころじゃない参り方がどっかにあったのかな。でこれが、まあ、逆に言うと北海道という場から、完全に切り離されて東京という場に来ましたと、なので、まあ、ある意味単身赴任ですと、はい、そういう面ではもう野球をやらなきゃいけない、まあその家族の生活のためと自分のためも含めて、やらなきゃ、活躍しなきゃまずいぞっていう環境に、東京という場に置かれたのかな。精神的に、まあ当然ね、言動とかね、もう走れなくなりましたとか、ありましたね。あれ、精神的に肉体的にもう完全に参ってたのかなと。でまずジャイアンツに来ましたと。で、あれもシーズン途中で、もうシーズン終わり、まあ8月ぐらいでしたから、もう、チームになれるのでいっぱいいっぱいですと。しかも、まあ、ジャイアンツファンも、長嶋監督使うのかよみたいに言われたわけですね。これがシーズン終わって、まあリフレッシュして、キャンプして、多分、まあ当然、江藤コーチとかね、まあ、多分、上原さんとかにも話をしてもらったと思うんですよ。どうやってジャイアンツに溶け込むんじゃなくて、ジャイアンツってどういうプレーをするべきかっていう。で、これが多分2022年につながってきたと思うんです。ですよね。だから来年も中田翔はカープにとっては脅威だと思う。そうですね。ホームラン20本打ってますしね。そうですね。で、これをね見るとやっぱりカープの側で言うと、どう見てもこの、まあデイビッドソンを取ったことが、まあ当然まあ安倍の自由契約も含めて大きく変わってくるのはやはり同じ年代の葉月、林、小園、矢野、この左4人の内野、矢野がどれぐらい小園をサードに追いやれるか。で、その小園がデイビッドソンをレフトに追いやれるか。あの、小園の場合はですね、サードいけると思うんですよ。なぜかっていうと、結構大柄なんですよね。で、矢野に比べて強烈な打球負けしないボールの取り方するんです。結局、小園の場合は、まあ、松田とか、まあ、当然、まあ、ジャイアンツに、まあ、今、DeNA ですけど、横浜にいた村田とか、中村、典弘とかに近いのは、と、打球に入って、打球を落とすってプレーができそうなんです。まあ、要は、報徳にいた線もあるんでしょうが、打球を怖がらないっていうか、打球を叩き、要は、ショートの場合は、グローブに入れて一塁に投げないとアウトにできないので、叩き落とすプレーができないから後ろに反らしたんですね。そうですね。はいはい。そうですね。がサードになった瞬間は、子供のプレーがシンプルになるのは、強烈であろうが、緩い打球であろうが、
投げれるところに落として一塁放ればいいっていう肩は持ってますから、まあ監督が、まあ当然亡くなられた原さんのお父さんも言ってたんですが、足の怪我等々で、三塁線が取れなかったんですね。反応できなくて。小園の守備を見てわかると思うんですが、実は三遊間の打球において、実は三塁寄りの打球の方が反応が良くて取ってるんです。推薦の打球は取れるんです。追いついて一塁送球できないのは、実は二遊間の打球。要は打球が取れないでみんなセンター前なんで、小園のサードの方が三塁線は止める可能性が高いんです。小園は逆に言うと、正面がちょっとあやふやですが、逆に言うと、まあ、要は三遊間の深いあたり、もしくは、二遊間の深いあたり、これを取るのがうまいんですね。だから、正面がちょっと危ないんですよ、南米系。まあ、よく言われるイージー系の打球が怖いんですね。ゲッツー取れそうなイージー系を、ゲッツー取れなさそうだと。ところが、これ、菊池との兼ね合いもうまくいくんですね。なんでかっていうと、矢野は先ほど言いましたように、深い間に守った、三遊間、二遊間の打球が速いんですね。菊池は逆なわけです。深く守ってるけど、菊池の場合は、前にチャージする守備がうまいんですね。だから今度は菊池の守備位置がライトが野間だと思うんですね、カープ。で、ライト野間だということになると、菊池は後ろに守らないで、ショートが矢野の場合は、菊池は前に守ってもらった方がいいんですね。後ろは矢野がやりますので、混んでいく打球を矢野の方が心配なんですね。前にチャージする、取る守備が。ところが、菊池は前にチャージする守備がうまいんですね。くと。で、矢野は、その、菊池が取れない量、まあ、要は菊池が、まあ、取れないというか、菊池がうまく処理できないのを、後ろでフォローするのがうまいわけですね。の間にしといて、チャージしてくれればいいですね。チャージの守備がうまくて、後ろが強いんですね。だから、前でチャージなので、定位置なんですね。そうですね。定位置で菊池が、まあ、チャージして、まあ、うまく前気味に守りますので、逆に言うと、前のポテンヒットを菊池が取ってたわけですね。後ろに守ることには。違うんですよ。今度は、野間と中村健人も、後ろが強いので、鈴木誠也と一緒で前気味に守ってるんですね。ヒットは菊池が前に行ったところで、そこは野間と中村健人が取るんですね。戦えれば、まあ、小園選手がショートのパターンと矢野選手がショートのパターンで、菊池選手の守る場所が違う。全く変わると思います。そういうことですよね。小園の時には後ろ気味。当然、野間の位置も後ろ気味。で、小園が定位置。本当の、まあ、オーソドックスな位置になりますと。で、今度は矢野が入ると、矢野は後ろ。で、菊池が前。で、野間も前。で、ポテンヒットは野間と、矢野が取りに行くと。で、当然、サード寄りの打球は、小園が強いので、小園の守備位置は、塁線を逆に開ける形になるんですね。塁線が強いので、左が強いので、小園の守備は。で、肩で三塁、まあ、松田とか中村直里とかと一緒で、
肩が強いので、ボールを取ってしまえば、一塁送球の能力は小園に心配はないんですね。これ、小園選手が左側の打球に強いというのは、バッターから見て左ですね。バッターから見て、だから三塁線ですね。そうですよね。はい、そういう意味ですよね。で逆に小園に関して言うと、はい、右センターよりだから二遊間のピッチャーが抜けた打球が全部小園の場合はセンター前になっちゃってるっていうのはそこなんですね。ああそうですね。一歩目が遅い、はい、反応が悪いんですね、それは弱いです。ところが矢野は取るの、デイビッドソンがサードで、使ってきて、西川、秋山、野間が鉄壁、鉄壁というか、まあ、打順上ね、はい、戦力上、まあ、要はスタメン上使えると、でサードはデイビッドソンだと、ファーストはマクグルーブですっていう時はこれでやっていくしかないんですね。でショートは小園で行くしかないと思うんですね。今の矢野の打力で小園を超えてることはないのは、まあ現状は事実なので、これでやるしかないんですが、でも6もうすでに5回で2点差リードしてるぐらいだったら、もうそもそもがもう矢野ショートサード小園レフトデイビッドソンセンター秋山もう西川を、まあ、下げるかファーストでいいぐらい。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。